はい、多分風チャンネルのルーリオです。皆様ご無沙汰しております。ちょくちょく生配信なんかはさせていただいていたんですけども、ちょっとね動画の更新できてなくて申し訳ございません。ちょっとそれについてはまたどっかの動画でお話できたらなっていうふうに思うんですけども、今日はですねサムネにも書かせていただきました通りですね、なんと藤井風さんがですね大阪の、大阪ホット100っていう、僕がね学生時代に超お世話になってたラジオ番組があるんですけど、それに急遽出演なさったということで、ちょっとね僕もラジオ形式にはなるんですけど、その、お話とかさせていただければいいかなというふうに思っております。はい、というわけで本日今撮影しているのがですね、11月19日日曜日ですね。で、風さんがラジオに出たのも、本日11月19日14時台2時台ですね、お昼の2時台になっております。で、今回このね大阪100っていうですねラジオ番組は、まあ、名前から、まあ、推測できるかもしれないんですけども、大阪で最も暑いねこの日曜日に、大阪で最も暑い100曲をですね紹介する、なんていうんですか、ランキングで紹介していく音楽番組、音楽ラジオ番組になってます。で、なんと今日11月19日にですね藤井風さんの花がですね、1位になりました。イエーイ。で、それを、まあ、祝してと言いますか、大阪100の DJ の方が藤井風さんにインタビューをするっていうことで、生放送ではなかったですね、生放送ではなかったんですけど、この番組の前に急遽リモートで、インタビューをしたものが、その1位のね藤井風さん花が、放送される前にですねインタビューの放送がありました。で、この DJ の方がリサさんという女性の方だったんですけど、僕がね学生時代聞いてた時は男性だったかな、なのですごいフレッシュな感じがして、なんか新しい大阪100だなっていう風に思ったんですけど、そのちょっとインタビュー内容をですねかいつまんでお話しさせていただこうかなという風に思います。で、ちなみにラジコをのプレミアム入ってる方、僕も入ってるんですけどは、大阪に住んでなくても関西に住んでなくてもこの番組今から聞くことができます。おそらく1週間ぐらいなんじゃないかな。なので11月19日から26日ぐらいまで、ちょっと詳細は皆さん各自で調べていただきたいんですけども、聞けます。2時43分40秒くらいからなので、ぜひそちらも気になる方は聞いてみてください。で、まずですね風さんがこの1位を取ってどういうお気持ちですかっていうのをねリサさんから質問を受けてですね、粘り強く頑張っていただいて、関西のリスナーは手強いのでみたいなことを言ってて、手強いってどういうことだって僕は関西人代表として思ったんですけど、そういったところからインタビューが始まりました。で、その後ですね、まあ、花について質問がこうリサさんから風さんに飛んでいってですね、その時のねはいっていう言い方がですね、あ、風さんはなんか従順なはいを言うなっていうふうに僕は思ったので、ぜひ聞ける環境の方聞いてみてください。で、まあ、この曲のねずっとダイアリーとかにも書かれてたかもしれないんですけど、この曲はそのアジアツアーの中でマレーシア行きの飛行機でメロディーが完成して、帰りの飛行機で歌詞を書いたよっていうお話と、あとはその飛行機内で の作成だったので楽器を使わずに、曲を作りました、そういうリリースの仕方は初めてですねっていうこともお話しされてましたね。なので、まあ飛行機で作って楽器なしで作ったから結構シンプルでまっすぐな曲、勢いで書けた曲だっていうことも風さんおっしゃってましたね。で、続いての質問、リサさんからの質問がですね、最初に浮かんだ歌詞はみたいなところで、
あの枯れてゆくからサビの終わりまで順番にできていきましたよっていう風にね、あの風さんが答えてて、で枯れてゆくがあの風さんいきなりまあ歌うっていうか口ずさむって感じだったんですけど、あの口ずさまれてたので、リサさんもいきなり歌われてあのびっくりしましたみたいな言ってましたねよう言いますわもう風さん言ってましたけど、はい、風さん口ずさんでたので、それもぜひね聞いてみてもらえればいいなというふうに思います。あとあの話題がですね、今風さんどこにいるんですかみたいな、あの風民を代表するかのような質問をですねリサさんがしてくれて、そうですよね、風さんどこで何してるのって感じですよね、僕らからすると、まあ、今までが結構 SNS の更新とかあのいろいろね、あのズッズさんの更新とかが多かったので、何してるかこう分かりやすい人だったというか、あのがゆえにちょっとね SNS の更新が少なかったりすると何してるのかなっていう風になってると思うんですけど、風さんがですね、なんと今車の中絶賛 MV 撮影をしにある場所に来てるという風におっしゃってました。で、何の MV ですかっていう風にリサさんがお伺いしてて、花のですって言ってましたね。イエーって言ってましただから花の MV もう僕できてると思ってたんですけど、あれなんですね、今撮影してるみたいです。で風さんの言葉で言うと、地球のどっかにはいます、日本から飛び越えてなんとか地球には収まってるそうです。安心しました。なんか個人的には風さんあんまり地球に収まんない感じの人だと思ってたので、まあかろうじて地球には収まってるみたいなので、あの非常に安心しました。でこの写真、この動画の写真とかサムネにも使わせてもらってる写真にもあるんですけど、ロバが見えるところにいるみたいですね。で風さん曰く、まさかここに来るとは思わなかったっていう風におっしゃってたんですけど、この曲からここに導かれて、まあ、今撮影は順調にいってるということ、あの近況報告ありました。なんか良かったですね。一言で薄っぺらいんですけど、なんかあ風さん実在するんだっていうのと、電話の風さん結構生々しいというかリアルだなっていう風に思いましたね。いつもどちらかというとあのラジオのブースに行ってあのしっかりしたこの環境マイクとかあのヘッドホンもそうですけど、いろいろ設備がある中で風さんの声を聞くのとリアルなあの生活の中で僕らが使ってる電話で風さんが喋ってるみたいな音質だったので、音質が悪いっていうんじゃなくて、まあもちろんそのラジオの音質とかよりはちょっと良くないんですけど、それが妙に超リアルでですね、なんか生きてるんだな風さんもみたいな風に思ってですね、あのこのラジオの登場、インタビューの登場とても良かったなという風に思いますので、ラジコで聞ける方ぜひ聞いた方がいいですねで、まあ日本に帰ってきたら、もう関西に帰ったら関西弁をたくさん浴びたいっていうのを最後に言ってて、でこの DJ のリサさんが言うてますけどもが好きなんで、そのフレーズを使ってあの最後締めのことを言ってくださいみたいな、あの結構無茶ぶりだなっていう風に正直思ったんですけど、あのそれでね、あの言うてますけどもをちゃんと入れて、あのありがとうございました締めの言葉をですね風さん言っていたので、あの相変わらずの風さんだなっていうのを思いました。はい、あとまあリサさんの最後の質問が結構あの大丈夫って思ったんですけど、それをねちゃんとそれを受け入れてくれるであろう風さんだから、そういうねあのこういうフレーズ言ってますけども入れて、あの最後の締めの言葉くださいって言える、こう風さんの人柄の良さというか、あのキャパの広さみたいなのをですね、あのが垣間見れたあのやり取りだったんだなっていう風に僕は感じておりますが、皆さんいかがだったでしょうか